今日持ってきました。はい、皆さんこんにちは。今回は岡山市南区宮浦に向かっているわけなんですけども、今回の企画というのは1945年6月29日に岡山大空襲が起きたんですよね。で、その岡山大空襲で爆撃機 B-29 が墜落したのが今回の向かっている現場ということで、山の中に墜落したということで、でその墜落現場には今現在でも兵士を追悼するための十字架が建てられているということで、そちらに現在向かっております。やっぱりね、細い道は軽音最強ですね。軽音っていうとめちゃめちゃ細ね、ちっちゃい軽音でないとちょっと無理かもですね。はい、というわけで皆さんこんにちは。今日も始まります。今日はね、岡山市内からちょっと離れたところなんですけど、岡山市内から20分ぐらいの山の中に来てますね。ちょっとね、曇って見えにくいわけではないんですけど、一番向こうにあるのが、越えたところが岡山の市内になるんですけど、市内というか岡山の町になるんですけど、はい。で、その1945年の6月29日に、岡山大空襲があったんですよね。で、その際に、当然爆撃があったわけで、爆撃機が、空襲したわけで、その爆撃機が墜落したっていう、知ってる人はね、少ないかと思うんですけども、このね、山にその墜落現場があるわけで、で十字架が立ってるんですよね。十字架が、以前もね2回ほど行ったことあるんですけど、今日はそちらに行こうかなと思います。そして喧嘩をねしようかなと思います。でここで花を持ってきましたんで、今までちょっとできなかったことをやろうかなと思いまして、これから山に登っていこうかなと思います、はい。車でね行けることできるんですけど、ちょっと細いんでね。で貝殻山登山みたいな感じのその登山道みたいなのもあるんですけど、今日はもうショートカットで以前も通ったんで、ちょっと歩きますけど、別の場所に登山道っていうのあるんですけど、そこにはちゃんと駐車場あったりします。でこの先にねあるということで、もうそんなに遠い距離ではないんですよね。よし、 B-29 が墜落して、その乗組員の方が亡くなったんですけど、その当時っていうのはやっぱ鬼畜米英って感じで、アメリカ軍鬼みたいなね。でそこに対して十字架をね作ったというか、そういうお墓みたいなの作ったのすごいなみたいな思いますね。これが貝殻山の登山道になります。本来はこっちから行くことができるんですけど、今回はショートカットでございます。でこちらになりますね、米兵の墓。
これですね。1945年6月29日 B29 が墜落したんですけど、この墜落した日も6月29っていう、なんかね、まあ、墜落した理由っていうのはエンジントラブルと言われてますね。まあ夜間だったんでね、見えなかったのかもしれないですね。まあちょうどね、こういう感じなの、こういうところで不時着しようかなとかいろいろあったんですかね。で今日はこちらですね。もうそろそろかなと思います。あの赤いのが目印です。おお、喧嘩されてますね。はい、 B29。 おお、あ、亡くなられた方の名前書いてありますね。おお、以前なかったんですけどね。あ、でも来てよかったです。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。今日持ってきました。ちょっとゴミになるので、このフィルムの部分は持って帰ります。よし、はい、というわけで、1年に一度は、まあ登ってる場所でもあるんですけども、なんかね、そうですね、まあこういうのってどう表したらいいのか、言葉に表したらいいのかわからないですけども、やはりあのね、その時、まあ差別じゃないですけど、まあなんかね、そう、敵国のお墓を作るというのはね、まあその時ね、あの英語とかそのアメリカの言葉はね、使ったらダメって言われた時代に、こうやって十字架を作って、なんだろうな、お祈りというかね、供養するっていうのも、なんか その当時としてはすごいのかなと思いますね。はい、でまだ残って、まだこうやって花をね、喧嘩する方というかね、まだおられるっていうのも、まあ素晴らしいことだと思いますね。ね、ぜひ皆さんも興味あったら、あの一度は登ってみてもいいのかなと思います。で、まあこっからはずっとあの貝殻山というか登山道になってるんで、まあ僕も上から登ったことあるんですけど、だいたい結構まあ2時間ぐらいかかるのかなと思いますね。はい、というわけで、あのぜひ皆さん機会があったら行ってみてください。ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。